予想レンジですが、76円ちょうどから77円ちょうどで出していただきました。これまでの相場いかがでしたでしょうか。はい、欧州金融安定化基金ですね、 ESSF の活用方法も含めまして、欧州で追加の対応策が検討されているという期待から、ユーロが 1.33 ドル台の安値から 1.35 ドル台まで反発しています。今週もユーロ圏の問題クローズアップされそうですか。はい、本日ですね、ドイツとギリシャの首脳会談が行われる予定ですね。また29日木曜日にはドイツの下院で ESSF の機能拡充の可否について採決が行われます。仮にギリシャが将来デフォルトした後でもですね、金融市場の安定のためには ESSF の資金や国債を買い取る権限というのは必要になってきますので、おそらくこれは可決される可能性が高いというふうに思ってます、はい、そうすると一旦ユーロが持ち直す可能性というのもありますけれども、ギリシャのデフォルトのですね、可能性自体はこれで消えてしまうわけではありませんので、ユーロはその後再び下落に転じるというふうに見ています。そんな中でドル円が意外と堅調なんですが、これはどう見たらいいんでしょうか。はい、リスク回避の時にはですね、ドルも同時に買われますので、対円相場で見た時にはドル円が最も下がりにくくなっているわけですね。またシカゴの IMM の先物市場でも、投機筋の円の買い越し額がさらに増加しているという状況ですので、はい、本格的なポジション調整が起こりますと、むしろ短期的にはドル円が堅調な展開になるかもしれません。はい、わかりました。小川さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、おはようございます。アメリカタイム終了しました。まず15足から見てみたいと思いますが、ドル円ですね、値幅的には54ピップス、まずアジアタイムはギャップダウンで始まりまして、すぐ窓埋めをしまして、東京タイム寄り付きで76円70銭をつけて、これが、ほぼ高値、ほぼ高値というか高値でして、あとはずっと下落していきまして、 S1 ですね、76円20銭で一旦反発しますが、ピボットまでも届かずですね、そのまま横横で終了ということですね。これが15分足でして、1時間足で見るとこんな感じ、1時間足的には、下値は切り上がっていきまして、上値は切り下がっていくというような持ち合い、三角持ち合いになってきましたので、ただそこの下のトレンドラインに近いんですのでね、崩れる可能性もあるので注意が必要ですね。この感じになってますね。これが1時間足でして、日足的に見ると、この日足的にもまだですね、この 20MA で20円目、50円目、そして下落のトレンドラインが密集してきましたので、ここを抜ければですね、大きく上昇の可能性もありますが、果たしてどうなるかという感じですね。これがドル円でして、次はリミニフューチャー、S&P500 の、株価指数を見るとですね、まず15分足から見ると、今日は値幅的には 43.5 ポイントですね、高値引きで終了という感じですね。まずアジアの寄り付き上昇、そして東京タイム始まってから下落していきましたが、欧州の寄り付きはほぼ底値をつけて、あとは上昇ですね。上昇してまず、この2点を盗んだ上限で1156で一旦下落して、この黄色の200円目やボリンジャーの加減、そしてピボットを、線にしてですね、押し目買いが入りまして、あとはほぼ高値吹きという感じですね。これ15分足でして、一眼してみるとこんな感じで、一眼足的にはですね、この上昇のトレンドラインが若干上抜けてしまいましたが、あとはこの2点を高安を結んだフムラチ跳ね戻し、そしてアルツ、ちょうどアルツこの辺がレジスタンスになってますね。このまま上昇するかというような感じですね。これ時間足、そして、日足的には
このフラッグですね、フラッグをまた上抜けてきましたね。もうちょっとこう下がっていくのかと思ったんですが、案外アルカカバですね、小材料も多いんで、テクニカル通りにはいかないですね、なかなか。もうこのまま、まあ、次は抵抗ではこのボリンジャーミドルブルの 50mm が下がってきます。1180、1170台ですね。抜けてくるかどうかというところですね。これが S&P フィーチャーでして、次はですね、次というか最後にユーロを見ていきたいと思いますが、ユーロもですね、やはり価格連動するような形でですね、そこが高かったですね。中国足から見るとですね、値幅的には 179.9 ピプス、寄り付き上昇しましたが、すぐ売り込まれてきましてですね、ここはあれですね、アジアタイム、なんかニュースで、なんかというかニュースがありまして、下落していきましたね。そして、S2 の手前でですね、1.35、335ぐらいですね、336ぐらいで、ちょうどアジア、欧州の寄り付きが始まりまして、まあ、一応アジアタイムの出戻しというよくあるパターンですが、欧州タイムかけてどんどん上昇しすぎまして、ほぼダブルトップをつけましてですね、一旦下落しますが、まあ、アメリカ株も堅調でしたので、まあ、上下動を繰り返しましたが、ほぼ高値向けで終了というような感じですね。これが、15分足でして、1時間足で見るとこんな感じ。1時間足も木曜日のね、先週木曜日につけた安値を更新したんですが、 S2 の手前で跳ね返されて、それでも金曜日のあれですね、高値付近でやはり揉み合っていっていうか抵抗体ができてまして、その付近で終了ということですね。これが1時間足。そして4時間足的には4時間足的にはこの下落トレンドのチャンネルマークを1回抜けておりますが、トレンドがありまして、まあユーロの場合はボリンジャーのミドルを一旦抜けておりますね。ただもうこのボリンジャーの形がね、違いあれなんで、ただ20mは若干抜けてるという感じですね。ここから上昇がある、まあ、この辺をですね、そこだと見れば上昇も考えられますが、果たしてどうなるかという感じですね。そしてですね、日足的にはこんな感じ。日足的にはやはりこの 61.8% ですね、この高安を結んだ160.8% フロナッチエクステンションが、サポートになっておりましてですね、ここから上昇も考えられますがっていう感じですね。そして週足的にはですね、週足的にもこのこちらの2点の高安の半値戻しも若干この辺見てると思いますが、半値戻しにでサポートされているという感じですね。以上がテクニカルでして、またあれですね、ブログから見ていきますとですね、ブログはこちらね、左の上のデイトレーダーオクスタスのライブショー、アメリカタイムのアメリカ株についてですが、テクニカル解説ねしてますんで、そして、金曜日にはねトレーダーさんを迎えてインタビューショーなどもやってますし、ウィークエンドにはね24時間ほぼテクニカル解説のビデオを流してくれますんで、非常にね参考になります。 今はね本当にユーロを見てアメリカ株指数なんかも動いている状態ですのでね、非常にアメリカタイムのねニュースなんかもライブ配信で、音声でねやってますしね、シカゴのフロアトラあのね、競りの、様子なども実況中継してますので、非常に臨場感もあるね
この放送が聞けますのでね、聞くとなかなかその相場の雰囲気なんかつかめるんじゃないかなと思うんでね、ぜひ見るといいんじゃないかなと思いますね。そして YouTube ね、私のデイリーレポートと、海外の話題とかね、なかなか日本のニュースにならないようなね、情報なんかもね、お届けできたらいいなと。YouTube ですのでね、個人がやれるんでね、なかなかその地上波とかね、かしこまったね、テレビ番組とかね、ができないようなところをですね、結構ね、例えばこの、この私の気に入ってるチャンネルなんか見るとね、このマックス・カイザーさんなんかね、盛んにね、ジェフ・モルガンとかね、オルドマ・サックスとかね、もう陰謀説を盛んに展開してますがね、そういうのはね、日本ではなかなか出てこないでね、もうJP モルガンとかゴールドマン・サックスとか言うとね、もうこの人たちはもうエリートで間違ってないんだとかいうね、JP モルガンの佐々木さんとかね、ブルームバーグのバワーとかね、盛んに出ますがね、ゴールドマン・サックスのバワーとかね、盛んに、ブルームバーグに出ますが、ちょっとそれは違う。もうこの人なんかのね、ゴールドマン・サックス、ジェフ・モルガン陰謀論を聞くとですね、ちょっと日本それで大丈夫なのとか思うんですが、こういうのをね、聞くとね、非常に参考になると思います。そしてですね、ビデオの編集の仕方とかね、ソニー・ベガスとかね、アフターエフェクツ、最近では、カムスタジアとか、いろいろね、デスクトップキャプチャーのやり方とか、そういうのもね、どんどんビデオにしてですね、なかなかビデオ編集難しいし、YouTube の、ね、アップロードは難しいしね、また日本人っていうのはなかなかね、シャイな、民族ですのでね、なかなか YouTube に顔出してね、いろいろああでもない、こうでもない、やるね、そのブログみたいにね、顔を見せずね、ただ文章で書くだけだとね、ものすごいね、一人3つも4つもね、ブログ書いてるってね、アフィリエイト収入目的とかそういうのもありますが、そういう人多いですよね、いざ自分で顔出してね、とかでも作ろうっていうとね、なかなかやれない人がね、結構多くてね、寂しいなとは思うんですが、そういうね、その動画編集とかね、アップロードのね、時間とかね、編集の時間とかね、もうそういうのでね、やる気もなくなってしまう人が多いと思うんでね、その最近はもうテクノロジーもね、結構発達してきましたんでね、もう昔でできないようなね、動画の編集とかも簡単にできるようになって、ただまだレンダリングスピードとかね、問題あるし、アップロードの時間とかもね、問題ありますが、Windows 7とかでも、Movie Maker を使えば、Windows 7の場合はですね、そのままアップロードできてしますので、パブリッシュできますので、そういう面ではね、時間の短縮につながるし、ソニーベガスのなんかも使うとですね、確かにレンダリングのスピード遅いですが、もうビデオのファイルサイズがですね、ものすごい圧縮されますので、アップロードにね、時間がかからなくなっておりますのでね、そういう技術とかですね、アフターエフェクトとかね、ビデオ編集のね、特殊なソフトもありますし、また最近では FL Studio とかってね、音楽の編集ソフトなんかもあってね、自分で昔はね、それこそね、カメラを作ってね、楽器とか演奏の仕方をね、もう覚えなきゃいけなかったですが、もうその音楽の編集ソフトとか使うとね、自分で簡単にね、ボタンを押してればね、作曲とかもできる機能もありますんでね、そういうソフトウェアもありますんで、そういうのを使えばですね、簡単に自分で作曲できてね、BGM とかも日本はね、もう著作権がうるさいですからね、特に YouTube なんかは、そういうのを気にせずですね、簡単に音楽を作ってですね、BGM にしてですね、アップロードできるようなね、
そういうのを紹介できたらいいなと思いますんで、これからやっていきたいと思います。まあ、そんなところでね、あと Google プラスもやってますが、Google プラスもこれからね、どんどんね、気に入ったビデオとかも入ってきてですね、紹介していきたいと思いますんで、よかったらお願いします。今週もね、まだ始まったばかりで、今週は4時発言が多いみたいですが、負けないようにですね、気をつけて慎重にですね、トレードしていただきたいと思います。それでは失礼します。